はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。今日もですね、スカイラインの続き、やっていこうと思ってます。仮組の動画でお届けした通りですね、ホイールがどうもリムが深すぎるということで、このリムが深い分ですね、ディッシュ面が向こうにオフセットがねマイナス寄りに行ってますので、その分その何ていうかな、奥まで差し込んでもタイヤの出幅が大きくて、ボディからはみ出ちゃうという現象が生じました。なので、測るとですね、フロントは3ミリ、リアは2ミリタイヤが引っ込むとですね、ちょうどこう面というか、ボディのあたりまで、オフセットを持っていくことができますので、この構造がね、構造が、アルミ削り出しのリムに、ディッシュ面、ホイールのディッシュ面がこうスポッとはまると。で、真ん中ぐらいにね、溝が切ってあって、ここまで、このディッシュ面がズボッと奥まで落ち込むような形になってますので、これはこの間に何ミリかね、スペーサーみたいなものをかませて、まあ、こういう状態ですよね。この辺までリムを持ってくることで、タイヤ自体を、ここがね、もともとの位置なんですけど、こんな感じで奥にぐーっと引っ込ますことで、なんとかボディにね、収めていこうかなということで、今日はその、まあ、スペーサーというほど大げさなものじゃないかもしれませんけどね、この間にかませるものをですね、作って、このタイヤの位置をぐーっと内側に寄せていくという作業をやっていこうと思います。フロントは3ミリ、リアは2ミリということで、やっていこうと思います。当チャンネルではカーモデルの組み立てとか塗装、またダイソーさん、セリアさんで手に入ります模型に使えるグッズの紹介、そんな情報配信を行っているチャンネルでございます。ちょっとでもね、内容がいいなとか参考になるなと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、でメンバーさんにもですね、水原さんとか黒さんとかにもちょっと相談をさせてもらって、まあ、どんな風にやったら一番自然ですかねみたいな感じで相談をさせてもらってですね、ここが刺さるブレーキの部分を大きく削ってはめていくのはどうかという話があったんですけど、この凸のピンの形状からですね、どうしてもここを大きく削っても向こうには行かないので、今回はこのリムのここにね、スペーサーみたいなものをかまして、ディッシュ面を外に出すというか、リムをこう奥に引っ込めるようなね、そんな作業をしていこうかなと思います。使うのはこれでいってみようと思います。アルミ板、これホームセンターでいつぐらいかな、買ったの、もう数年経ちますかね。あれの時に買いました。FXX を作ってる時にね、買いましたんで、あれもう2年ぐらい前だから、そうですね、多分2年ぐらい前かな、買ったのが。で、厚みが 0.3 ミリで、100ミリ ×200 ミリ。100ミリ ×200 ミリかな。のアルミ板。で、0.3 ミリ。まあ、純度とかもね、かなり高い。99% 以上ということで、アルミ板なんで非常にこう柔らかいというかね、加工性に優れているものになります。これを、まあ、短冊状にカットしてですね、で、そのホイールのリムの内側に、巻きつけるようにしてですね、リムがそれ以上奥に落ち込まないように、した状態で、まあ、ディッシュ面を調整してですね、ボディに収めていくということをやっていこうと思います。はい、じゃあやっていきましょうか。やっぱり 20×10、 そういうことですね。はい、で、まずはそのここにね、敷き詰めていきます。そのアルミの短冊を、短冊状に切ったね、細長い、なんていうかな、鉢巻きみたいなのを作って、小さい、それをここにこうグーッと添えていってですね、で、このディッシュ面がそこでカーンと引っかかるようなね、そんな感じのことをやっていこうかなと思ってます。じゃあ、幅はね、フロント3ミリの、幅の短冊を切り出して、やっていくんですけど、ここには果たして何ミリの長さのものがね、ちょうどぴったりはまるのかっていうことを、チェックしていこうと思うんですけど、物差しはね、曲がるものを私持ってませんので、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、ここは、計算でね、やっていこうと思います。まあ、計算といってもですね、
これ小学生になるんですかね、円周率とかその辺の計算になると思いますけど、ね、直径としてはだいたい21ミリぐらいかな、21ミリぐらい直径があります。でちょっとこうテーパーになってますのでね、こうちょっとこうあのなんていうかな、あのすぼんでるというか、奥に向かってちょっとこうあのなんていうかな、径が小さくなってますので、まあ20ミリとしましょうか。20ミリとしたときに、直径が20ってことは、円周については 2πr かな、 2πr 2×はい、2πr π って5でしたっけ、合ってるよな。で円の面積がね πr 2乗だから、今回は 2πr、 これ r は半径なので、半径 ×2 ということなんで、まあ直径 ×かけ 3.14 でも同じことですかね。で今回はその短冊が余ったらやらしいので、まあ、ちょっと足らないぐらいはねディッシュに隠れて見えなくなると思いますから、ちょっと短めに作っていこうと思いますので、まあ、3.14 何本何本みたいなね円周率はありますけど、今回はこのぐらいでやってみましょうか。20ってことは、628で点の位置がここだから、点の位置が、20でしょ、だから 62.8mm かな、合ってます、合ってるかな、 62.8、 そんないる、まあそんなもんか、伸ばすと。だからこれが2本の 62.8mm ね、だから 62.8mm の幅が3ミリのものが2本と 62.8 ミリの幅が2ミリのやつ、リア用もね一緒に作っていきましょう、2本、これを今から作っていきましょうか。合ってるよな、半径、そうですよね、半径が10ミリだから20ミリ、そうですね、20ミリかけ 3.14 で、これちょうど2ずつかけて62、628、まあ、63mm、62mm で20、0がかかってないから、そうですね、62.8mm、 そんな長いかな、まあそんなもんか、合ってる、まあいいか、はい、じゃあこれで、切り出しをやっていこうと思います。使うのがですね、デザインナイフじゃちょっと刃がね鋭いんですけど弱っちいので、これでいきます。チタン配合のゴリっぽいな、カッターナイフですね、これを使って切っていきましょう。刃は新品の状態でいきましょうかね。でいきなりカットするんじゃなくてですね、測っていきましょうか。ででもちょっと待てよ、62.8 でこっちが10ミリっていうことは2本は取れないのか、2本は取れないか、62.8、まあ、62ミリとして、3本で18センチと6ミリ、だから縦に行けば3本分取れんのかということですね。縦にすれば3本分、そう縦にすれば3本分取れんのか、あーどうしようかな、まあいいか、行きましょうか。でこういう金属板を加工するときについては、毛がき針を使っていこうと思うんですけど、ダメだな、ちょっと段取りが悪いですね。どこやったかな、毛がき針、毛がき針ね、たまに登場してるんですけど短いからね、奥まっちゃってペン立てに入れてるんですけど、いつもね どっかやっちゃうんですけど、あれいないよ、いました、いた
どうしようかな、縦で作った方がこうね、あの長いところで例えば2ミリとかの線を引くのって結構難しくって、物差しがこうちょっとでもずれたらね、バーッとこう斜めに線が入っちゃって、下が太くてあの上が細いみたいなことに なっても嫌なので、ちょっともったいない気もするけど、こうしましょうか、こっちでいきましょう。こっちでね4本作るにしましょうか。そんなにこう大量に大量に使うものでもないし、2ミリのラインにまず傷を2本入れましょう。2ミリね。で 1,2,3 ミリ、フロント用です。3ミリ、 1,2,3 ミリ。で次下側にも 1,2 ミリ、1,2 ミリ、1,2,3 ミリ、1,2,3 ミリね。 OK、 ちょうど1センチ使うような感じですかね。ちょっとね覗き込まないと見えないぐらいちっこい傷なんですけど、ここでカットしていきましょうか。 0.3mm なんでね、あのそんなに力を入れずに何度か何度かやっていくと、もううっすら線がね見えてますから、まあ微妙だな。ちょっと途中で物差しがずれちゃったんで、ちょっとあれですけど、なんとか1本切り出せましたが、これを62ミリの位置で、この辺かな、この辺でカットしましょうか。できました。これが2ミリ幅になりますね。2ミリ幅のものなんで、これリアホイール用に行くといいんじゃないかなということになります。これがねリアホイール結構ねしっかりはまってて、これ実はね取れなくなっちゃったんですよね、これね。うわ怖いなこれ。よいしょ、よし。レジンは結構ねパキッといくときいきますからね、危ない危ない。ちょっと削っときましょう。
結構ねズームオンさんのキットはあの精度が高くてね、結構ポン付けというかね、すぐみで割といけますよなんていうお声もたくさんいただいてたんですけど、今回はね結構そのあれっていうところでオフセットとかそういうところでちょっとつまずいてますので、あれやっぱ長いよな、これなんでかな、なんでだなんでだ、思いのほかすぼんでんのかな。で測ったら20もないのかな。結構ドアマリしてますね。あの、まいったな。どうしようかな。結局なんか実物合わせみたいな感じに。なっちゃいましたね。あの子供たち今ね円周率って3で習うって言いますけど、3でもいいぐらいかもしれませんけど、あんまりねこれでこうガリ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 やってると傷が入っても嫌なので、リムに。こんな感じですね、リアがね。これが今何もしない状態、こっちが何もしない状態ですね。かなり深いんですけど、こっちが今2ミリのスペーサーというかね、そのディッシュ面に、ディッシュ面がこう表に出てくるような板を仕込んだ状態ですね、こっちがね。2ミリでも結構表に出てくるな。うん、これでやっぱ2ミリですけどね、1ミリぐらいでもいい気がするな。まあ、でもちゃんと測った上でね、仮組みした上で測った上でのあれなんで、なんとも言えませんけど、はい、というような感じでですね、あと4輪とも作業をしまして、まあその普通のカーモデルにおいてですね、リムとそのディッシュ面がねバラバラになってることとあんまり多くはないと思うんですけど、私もこれ今回初めてぐらいの
あの構造にちょっと戸惑ってますけど、なんであのあまりまあこういう方法でやったらいいですよみたいなことをねご紹介してもですね、あのお役立ちするシーンは少ないかも分かりませんけどね、まあ、ちょっとこんな感じでリムについては調整をして4輪ともねこれを仕込んだ状態で仮組みをしてさあどうなるかっていうことをまたあの続きでお届けできればと思いますので、一旦ここでカメラ止めてね、あとの4輪とも作業をしていこうと思います。はい、リムに加工というかね、あのかませをしまして、かさ上げをしてね、リムの位置をこう奥に引っ込むように加工をしてみました。ちょっとね接着があのできない関係上、ホイールのリムとねディッシュの感じは確認はできない、あのマスキングテープでね十字にバチッと固めてますけど、まあ、こんな感じでツラの感じはバッチリなんじゃないかなというところまで修正をすることができましたということです。ちょっとねリアは若干キャンバーが効きつつみたいな感じでいければなと思うんですけど、はい、こんな感じですね。 OKOK なんとかなりましたね。あの自分のこの処理というかね、ちゃんとこうボディ の, かんあの位置にはまるというかね、そういうところについては、はい、しっかりと調整することができましたということになります。よかったよかった。はい、これであのリムというかね、そのホイールタイヤの位置関係につきましては OK なんで、ここからボディの表面処理、いつもの動作というかね、いつもの作業に入っていこうかなというふうに思います。いやちょっとこれがなんかね気が重くて、まあちょっとなかなかあの平日忙しくてね模型に触れないっていうのもあったんですけども、この辺がちょっと気が重くてねなかなか作業が進まなかったんですけども、一安心ですね。これでじゃ あのボディの表面処理、レジンのねパーツなんでその辺の処理も含めて次回の動画以降でまたご覧いただければと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録いただけてない方がいましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で、私が使ってます工具機材消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼ってますので、気になる方はそちらから検索とご購入をよろしくお願いします。で、何かね Amazon で買い物する際は当チャンネルの Amazon リンク経由をいただき、ま、経由してもらってね、どれでも結構なんですけど、そこからアマゾンに入ってもらって、その先で生じたお買い物については、当チャンネルにアマゾンさんから いくらかね収益いただける仕組みが取れてますので、そういった形でもご協力をいただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。